これまでの滅亡の光は。純惑星がのめり込み、側面部を半分近く削られた兵器は物理的原則を無視し、これまで同様に推進を始めていた。その周囲を無情に漂う砕け散ったケレスを見て、ジャスティンはその兵器にとって致命傷には至らなかったことを肌で感じ取った。我々の常識は彼らにとっては非常識であったに過ぎなかった。本能的にその深い絶望感をかき消すように全艦隊に攻撃を命じた。直前に最大粒子出力で艦隊ワープを遂行したため、ほとんどのザナ艦隊はケレスが衝突した側面部には背中を向けた格好になっており、地球艦隊が追加射撃を行っていくが、そこに知りたくない追い打ちがかけられる。要塞司令部より報告、対象のフィールドは。参謀は深呼吸してから口早に続けた。残り45秒で回復します。その報告を耳にし、地球艦隊と共に残っていたザナ艦隊から手法が繰り出されるが、惑星破壊兵器は一瞬強振しただけだった。宇宙屈指の光線を受け止めながら、磁場に吸い寄せられたように元の軌道に戻り、進撃を強行する。残り38秒。地球艦隊の双壁からバスターレーザーが打ち放たれるが、フィールドを失った惑星破壊兵器は稲光を照らしながら、それらを軽く耐えしのぎ猛進を続ける。惑星破壊兵器止まりません。南、BEP、漆黒艦隊をはじめとする地球艦隊が追加の砲撃を見舞うものの、惑星を食らう兵器はすぐさま速度を取り戻し、艦隊最終防衛ラインのアステロイドベルトを破ろうと突き進んでいく。フィールド復活まで残り29秒。悪魔と呼ばれた軍団より重粒子砲が放たれ着弾していくが、その強靭な装甲を打ち破るには至らない。ケレスが開けた風穴に砲撃が注ぎ込まれていくが、惑星破壊兵器を止めるには至らない。このままでは間に合いません。その悲鳴に近い声に他の地球艦隊からさらなる追加射撃が行われるが、惑星破壊兵器は止まらない。両総司令官が全力の砲撃命令を下すが、艦隊の総攻撃はその現実を変えるには微力だった。もはや地球ザナの艦隊にこれ以上の火力は存在せず、ジャスティンは残り20秒となった時間を待つことしかできない。その時だった。雑音と悲鳴が行き交う通信に凛とした声は響いた。俺がやる。誰の声かはすぐには分からなかった。その後に続くローマ艦隊中将が静止する声だけははっきり聞こえた。中将は小さな声で震えながら殿下の宝刀と一言つぶやいた。ジュリアス・シーザーの宙域は虹色に包まれていた。絶望だけが塗り込めるアステロイドベルトの中で、唯一その場所だけはどこか暖かい光に満ちていた。深紅だったはずの装甲が色を変え、あたりに虹色ともつかない光の幕を作り出していた。その光の中心にいる一つの魂、パウロは時が来たのだと悟った。選ばれた血に反応し、命と引き換えに星すらも破壊すると言われる力、殿下の宝刀。白亜に輝き始めた艦を操る教皇は神話が実現しつつあることを感じ取った。その原理など皆目見当もつかなかったが、今ならこう断言できる。この力は俺の。命に変えてでもあらゆる仲間を守りたいという決意に反応する神々が与えた宝刀であると。そのケーキを作ったのは皮肉にもかつての敵将であり自分にあるのかもしれなかった。今目の前にやるべきことがある。惑星破壊兵器を止められるならこの力の原理は何だっていい。奇跡でも神話でも何でも。ウィクトルと父は自らの命を捨ててでも仲間を最優先にする指導者だった。俺もそうだ。ウィクトルの存在は意図せずしてそれを自分に気がつかせることになった。自分は父のことを勇猛果敢に戦う好戦家とばかり考えてきたが、それより奥底にある意義深い信念を見落としていた。自分が父に憧れ追い続けたのはベネディクト大佐、ビザンチン中将、帝国の民を神明を賭して守ろうとするだけではなく、その息子にまで忠誠を誓わせるほどの絶大な人望を兼ね備えた後ろ姿に惹かれたからだ。
急戦棒に立って仲間を守るための形式的な行動を取ることは誰にだってできる。そうではなく、命に代えてでも仲間を守りたいという純粋かつ普遍な意志を示し続け、仲間が自発的に連なっていく関係を築くことこそが自分が追い求めてきたものだった。それをあの敵将は間接的に気づかせてくれた。父を失い教皇になってからローマ帝国を守ることを何よりも優先して考えてきたつもりだった。だが国家や市民のためだと分かっていても、それを本心から思うことができずにいた。何よりも自分の力を証明することしか考えていなかった。偉大な父に早く追いつきたかった。その結果ベネディクト大佐を含む多くの同胞を戦死させてしまった。だがこの戦いで気がついた。憎むべき異性の敵将が仲間のために命を投げ打った時、素直にヴィクトルに共感し、自分のこれまでの信念がどれほど脆弱で誤ったものだったかを思い知らされた。一時の熱情でもいい、自分の行動がヴィクトルを助け、ザナと地球を結んだように、一瞬の情熱が体制を変えることだってある。今を変えようとする意志の強さは、大きなリスクを背負った者にしかわからないのかもしれない。地球滅亡という事実を変える力、種族の違いを超え今という現実を変える力、憎しみと恨みを伏せ変わる現実を受け入れる力、それに気がつきパウロは絶望した。この世界を守りたい。父が熱望してきた一つになった地球を、弟のピウスが笑顔で暮らせる宇宙を、種族の違いを超えて地球とザナが、さらにはもっと多くの種族を結び共に繁栄していく将来をパウロは原始した。俺の行動はあらゆる可能性につながっている。だから力が欲しい。変わらない今を、強引でもいい変える力を。いいのか、父が耳元で囁いたような気がした。パウロは無意識にうなずき、残った一人の肉親の名を口にした。ピウス、ごめんな。その時ジュリアス・シーザーは呼応するかのようにシンクから純白の箱舟へと姿を変えていった。それは神通力にも近い力かもしれなかった。今の技術や科学では説明できない、人の意志が作り出す物理現象を超えた力だったのかもしれない。だがパウロにはそんなことはどうでもいいことだった。時が見えた。目の前の現実にこれから広がりゆく可能性が見えた今ならやれる。誰かに思いを託せる。連綿と続く時間の中で自分が託せる最も大きなものが今この手にはある。俺はやるよ父さん。オリオンのようにジュリアス・シーザーが光り輝く。パウロ教皇、やめてください。ビザンチン中将の声が遠くに聞こえる。大丈夫、もう怖くはないさ。パウロが白い歯を見せて答える。弟を頼んだ。ヴィクトルは天皇星中域で見た純白に輝く缶を見て何をしようとしているのか直感した。命の恩人とまで表現するつもりはなかったが、感情はヴィクトルを突き動かしていた。光に包まれるパウロに続けて通信を入れたが応答はなかった。あの純白の輝きをヴィクトルは知っていた。まだよくも知らない異性の人間に対しなぜこのような感情が発生するのか、ヴィクトルには理屈で理解することができなかったが、目の前で命を絶たれるようなことだけは何としてでも防ぎたいと思った。だがその一部始終をただ呆然と見つめることしかできなかった。左目のうずきが脳に何かを伝えようとしているようだった。惑星破壊兵器のフィールドが復活するまで残り10秒。パウロは幼い頃の幸せの絶頂期にあった家族を思い出した。かすかに両手が震えた。おおらかに笑う父と、子を何よりも優先する母に、時折自分に反抗する弟。ある時母の命が突然奪われ家庭の温かみが戻ってくることはなかったが、それでも父とその仲間は自分と弟を愛してくれ、恵まれているとさえ感じることができた。ベネディクト大佐は不器用ながらもいつも身近で遊んでくれたし、ビザンチン中将は遠くから自分たちが育つのを見守ってくれていた。弟と自分は父とみんなに守られながらここまで育つことができた。みんな今までありがとう。感情は素直だった。パウロは自分の額に冷たく流れるものを止めることはできなかった。無邪気な微笑みが浮かび、そしてまぶたから成長な涙がこぼれ落ちた。6年ぶりだった。
枯れていた感情が潤されている感覚だった。父さん、俺は誇れる父親を持って幸運だったよ。父さんが築いた偉大な国と功績は俺と弟が必ず守ってみせる。母さん、いつも俺たちのことを最優先に考えてくれてありがとう。親孝行できなかったことが心残りだ。でも俺は母さんの子に生まれて幸せだったよ。ピウス、俺がいなくなっても泣くなよ。お前が教皇になるんだからな。パウロは心中で叫んだ。こんなにも多くの人間に愛され支えられてきたことに今まで気がつかなかった。この後に及んで命が恋しくなった。だがもう戻るつもりはなかった。これでいいんだ、これで地球を救えるのなら。その時とっさに一人の異星人を思い出した。フィールド復活まで残り2秒。ローマ帝国艦隊機関が宇宙に浮かぶオリオンのように輝いた時、ビクトルの声が艦内に響き渡った。パウロ、また会えるよな。ああ。パウロは全身を叫びに変え、殿下の宝刀を解き放った。再び宇宙に激震が走った。ケレスインパクトとは全く異なるその衝撃は命の叫びとも言えた。その超常現象を理解できていた者は誰一人としていなかった。神話を現実に変えたパウロの意志は世界を変える力となってジュリアス・シーザーから発せられた。その光の波動はレーザーの発光とは異なり、どこか温かさすら感じさせた。白き閃光の周りを虹の光が漂い、剣にも近いその光は綺麗な直線を描いて惑星破壊兵器の中心部へ突き刺さる。何の光だ？ジャスティンは目の前の現象を理解できない。パウロが惑星破壊兵器に突き立てた光がさらに増幅する。まるでその場にいる地球とザナ全員の意志が集結したようだった。破滅の未来に抗うこの場所にいる全ての生命の魂が一斉に叫んだようにも聞こえた。溢れるばかりの光の剣は惑星破壊兵器中心部にまで感激を縫って到達し、内部から巨大な亀裂を走らせ、その牙城がついに崩れ落ちる。これまでの全攻撃が蓄積していた惑星破壊兵器はその一発により内部から完全崩壊を喫し、とてつもない轟音と同時に耐えきれなくなったエネルギーが内部から炸裂、その各部をはぜていく。数々の装甲板が吹き飛び、フィールド発生装置すらも根元から消滅させていく。その光は寸刻前までは無敵を誇った兵器を完膚なきまでに瓦解させ、29日間更新を続けていた兵器を完全停止させるに至った。その光景は地球人類が待ち望んでいた情景でもあり、そして宇宙に大きな影響を及ぼしかねない瞬間でもあった。あの破壊勧告から29日、地球はついにそれを静止させることに成功した。艦隊が歓喜に沸く中、ビクトルは事態を飲み込めず、とっさにビザンチン中将に通信を入れる。だが中将はじっと目を閉じているだけだった。何があった？ビクトルは呼吸を荒くしながら詰問した。ローマ艦隊の重鎮と思われる彼なら何か知っているかもしれないと思った。だがビザンチンはゆっくり口を開いてこう言った。彼はもう帰っては来ません。ビザンチンの震える声を聞いて、ビクトルはようやく彼の心境を理解した。地球は救われた。先代教皇から長く仕えてきたビザンチンはこれまでの記憶がふつふつと蘇り、まぶたにわずかの涙をにじませて続けた。そう思っておいていただけますか、ビクトル王子。その優しい声色にビクトルはうなずくことしかできなかった。地球艦隊帰還。総司令、ザナ艦隊から入電。現実を飲み込みきれていないジャスティンに副官ニンから報告が入る。平静を取り戻そうとするが、彼の叫び声が耳に残っているような気がした。
惑星破壊兵器、重力波の探知はなし、ワープの痕跡もありません。ニンは一度ジャスティンの表情を見てから語気を強めていった。目標の撃破成功です。その言葉にジャスティンの目頭が熱くなり、全身から深い安堵のため息が漏れる。その報告に機関のクルーは喜びの声を上げ、皆抱き合い喜びを分かち合った。ありがとうリン、我々は大きな犠牲を払ったが地球は救われた。ジャスティンはこの一瞬の光に何を失い何を得たのか、まだ全てを飲み込めてはいなかった。あの現象の中心で悪夢を終わりに導いたであろうジュリアス・シーザーは発見されておらず、忽然と宙域から消え去っていた。ただ一つ分かっているのは、この戦いに勝利したということだった。ジャスティンは惑星破壊兵器が存在した宙域からすぐに視線をそらすことができなかった。人類史上前代未聞の快挙を遂げた余韻にもう少しだけ浸りたかった。自分の力ではない、彼が成し遂げたであろう結果にも、まだどこかそれを現実のものと信じることができない自分がいた。ザナ艦隊機関、マルタンは目の前で起こった最後の現象に動揺を隠せなかったが、それは惑星破壊兵器を撃破したという喜びでかき消された。副官は奇跡が重なったようですと破壊に死傷した総司令官の心を見透かしたように言った。我々は宇宙で初めてあの兵器を相手に勝利を収めたことになる。アリノンの声だった。その意図にマルタンは気がつき口を開く。ああ、これは地球とザナにとって歴史的な瞬間だ。そして宇宙にとって新しい時代を意味する一日だ。地球を祝福したい。彼らの犠牲は我々とは比にはならない。彼らは宇宙中から称賛されるべきだ。デモーナはそれを聞きながら無言で顎ひげを触る。惑星破壊兵器を破壊した白い光の正体を思慮しているようだった。マルタンは少し間を置いてから続ける。地球はこれ以上ない努力を捧げた。彼らは他の惑星とは異なる吸収力と成長力を持っている。天体衝突作戦に星を挙げた総攻撃、まさに不条不屈の精神で、その連携力は聡明英知の一言だった。私たちでさえ不可能だと思えた惑星破壊兵器の撃破をやってのけたのだ。マルタンはその喉元まで出ていた言葉を口にする。だがこれが本当に惑星を破壊する兵器の最後と信じていいのか。未来予測装置、どういうわけかマルタンの脳裏にその言葉がよぎった。火星軌道宙域、作戦成功です。惑星破壊兵器シグナルロスト、完全破壊に成功です。要塞司令部が歓喜の声に包まれ、皆の視界が巨大な波に乗ったかのように動き出す。艦隊陣形、要塞砲、中和弾と中和機雷の開発、高速艦艇での輸送、天体衝突作戦、集中砲火作戦など、常に最高峰から作戦考案を行い、艦隊を支援してきた要塞司令部はその戦果に喜びを爆発させていた。タクサンボ、ありがとう。私からも感謝いたします。ヤニングス指揮官、月面基地、こちらグロタンディーク、惑星破壊兵器の阻止を確認、目標は完全消滅とのこと。地球は救われました。その声にウッドウォード臨時大統領をはじめとした政府高官から賛辞の声が寄せられる。政府避難計画は凍結とさせていただきます。本作戦で忙しかった月面基地も祝福の声で包まれる。グロタンディエグも政府避難計画の遂行を投げ出して仲間と喜びを分かち合う。選ばれた人間だけが脱出するという汚れ仕事を背負わずに済む。心の毒が解け、純粋な嬉しさを感じることができたのは久々だった。木星宙域、やった、やったんだ、そう叫ぶように言ったファーイーストが心から喜ぶ。地球が助かった、その事実だけでも感動を与えるには十分だったが、ボルブレーメン国で奔走し続けた日々が報われ、自らの存在意義が肯定されたような気がした。ファーイーストは喜びの感情をあらわにして飛び上がった。ギガフリートのクルーたちも同じく歓声を上げ、お互いを抱き合った。ザナ人も地球人も関係なく、誰もが喜び、泣く者すらいた。常にどこか後ろ指を刺されて生きてきた者たちばかりが集まっていたからだ。だがその呪いも今日で終わった。ギガフリートにいる誰もが心の底から喜び、
ファーイーストも興奮のあまり笑顔が止まらなかった。歓声に沸くギガフリートの中で唯一ハーレンだけが静かに佇む。ハーレンは宇宙を見つめたまま何の言葉も発しなかった。南副司令、ようやく勝ったんですよ。これで帰れるな、みんな。副官の震える声に南はゆっくりとうなずき、本当に良かったと感極まった表情で小さくつぶやく。29日前のあの日からあまりにも長く過酷な戦いがやっと終わった。これで全てが報われる。地球は安寧を取り戻すことができる。やっとマコに会うことができる。南の胸に安堵が溢れていく。長官、任務成功です。そう言った BEP 副長官に対しアレックスが淡々と答える。ライアン副長官、よくやってくれた。正直なところこれが失敗すれば終わりに近いと思っていた。綺麗事は好きではないのでな。だが今こうして成果を上げることができた、感謝したい。しかし連邦平和維持軍もよくやるものだ。ジャスティン総司令、要塞司令部より連絡がありました。なんだ。ジャスティンはこのタイミングでの連絡が少し気になった。その表情を見て察したのか副官任は少しはにかんで続ける。太陽の動きが活発化しているようです。少し規模の大きい太陽フレアかと。太陽フレアか。ジャスティンは一瞬悪い予感を感じた自分に思わず笑う。了解した、問題はないだろうが艦隊には一報入れておけ。太陽フレアは太陽表面の黒点で起こる大規模な爆発現象のことで、電磁波や粒子線を大量に放出する。常時発生するもので特段珍しいものでもない。地球艦隊はこの定期的な太陽フレア対策としてコーティングが施されており、基本的に問題が発生することはない。ザナ艦隊も支障はないようです。反応を先に探知していたのか、ザナ艦隊からの連絡を任が伝える。了解だ、特に心配することもない。太陽の風が我々の勝利を祝福してくれる。ジャスティンは久しぶりに心の底から微笑んだような気がした。総員に次ぐ、太陽フレア到来まで30秒を切った。太陽フレアは美しいものだ。全艦隊艦内スクリーン起動を下げ、勝利の瞬間を堪能しよう。迫り来る凍結した太陽フレアを視野に入れ、地球とザナの総司令官は無邪気に目を輝かせる。5、4、3、戦争は終わった。誰もがそう思った。2、1、到達。朝霧を彷彿とさせる白色光の太陽フレアが艦隊を照らした。天衣無縫な美しさを兼ね備えた太陽の風が吹き抜け、全艦隊に心地よい揺れを伝えていく。過ぎ去っていく精神な光は美麗という言葉以外に表現しようがなく、その歴史的瞬間を誰もが体感時間よりも長く感じることができた。宇宙が持つ神秘的な力を誰もが反射的に追憶すると、これまでの戦火の記憶が走馬灯のようによぎって消えていき、この戦争の大勝利に当然と酔いしれることができた。その光は29日間にわたって刻み込まれたコックと理不尽を溶かし、ようやく彼らが日常に戻れる時間が来ることを意味しているようだった。その代表者の一人であるジャスティンは、未来永劫語り継がれるであろう勝利宣言を行おうと意気込んで通信装置を手に取った。やっともう一度みんな家族に会える。こちら、ジャスティン。そう口ずさもうとした時、一足先に太陽の風を受けていた要塞司令部から緊急通信が入る。総司令！なんだ、こんな時に。ジャスティンには皆目その通信の見当がつかなかった。たった今、
ヤニングスの声はひどく震えていた。ジャスティンはこの瞬間に横槍を入れられたこともあり、語尾を強くして催促する。どうした、ヤニングス指揮官。おそらく太陽フレアでステルスが解除され。要塞指揮官は後方に振り返り、何かを口早に指示する。ジャスティンはパネル越しに映るヤニングスの後方で慌てふためく現場を目にし、ただ事ではないことを察する。指揮官、ステルスだと一体何の話だ。ヤニングスは首を横に振って答える。水星基地のレーダーに反応があり。ヤニングスはじっとジャスティンを見る。そして呼吸を整えてから静かにこう続けた。水星軌道に第二の惑星破壊兵器を発見。その情報が艦隊に伝わったのはしばらく時間が経過した後だった。正確に言えば、その報告が事実であると認識されるまでしばしの時間を要した。それほどまでに現在の彼らにとっては信じられない、信じたくない真実だった。第2の惑星破壊兵器は29日前より太陽系内に侵入していた。これほどまでに巨大な兵器が確認されなかったのは、太陽系の駐屯艦隊が一箇所に集まっていたことはもちろん、その兵器があらゆる探知を防ぐ高度なステルス機能を持っていたからだった。そしてそのステルス機能が太陽フレアにより不可視のベールを剥がされたことは誰かが明言するまでもなかった。最初から惑星破壊兵器は2つあった。そしてこの2つ目こそが宇宙連邦が地球文明をリセットするために送り込んだ本命の惑星破壊兵器だった。1つ目は戦う必要のない影武者にしか過ぎなかった。残り5日と1時間、それが第二の惑星破壊兵器が地球到達までに要する時間だった。もぬけの殻となった水星軌道を悠々と過ぎ去る惑星破壊兵器は、どこか今までの戦いを楽しんでいた傍観者のようにさえ見えた。地球艦隊機関タイコンデロが嘘だ。ジャスティンの視界がくらむ。副官の声が遠くに聞こえるほど思考が停止していた。戦いは終わったはずだった。だが太陽系の内側に現れた惑星破壊兵器はようやく得た充足感を瞬時に粉砕してしまった。29日前、地球から出撃したあの瞬間から運命は確定していたのかもしれない。そう思わせるほどの絶望感がそこにはあった。客観的に見れば地球の主力艦隊に打つ手がないことは明らかだった。もはや質量攻撃を可能にする小惑星も、奇跡の力を起こしたローマ教皇も、もう存在しない。いや、まだだ。まだ、諦めてはならない。諦めた瞬間に、人類は終わる。そう自身に言い聞かせ、震える手で、地球艦隊総司令官は、通信機を手に取った。この戦いは、まだ、終わったわけではない。ただ、続いているだけだ。私たちは、戦い続ける必要がある。誰かが決めた滅亡という未来を覆すために。惑星破壊兵器到達まで残り120時間。